はい、では1匹480円で買ってきたサバを、3枚におろしていきたいと思います。最近のサバの金額の中では一番安かったので、買ってきました。よいしょ。ちょっと2匹目も、お腹出していきます。腹目にで準備部屋のところから目に入れて、すごいな。2匹さばいてみて分かったことが、こっちのサバの油の乗りがちょっと半端ないというか、こっちのサバに比べると油の乗りが全然違うことが分かりました。ネットで調べたところ、ここの厚さによって油の乗りが違うということだったんですけども、そうね、彼見た目じゃあんま分からへんけど、あの内臓のところを洗ってると、ここの中の油分がもうちょっと比べ物にならないぐらい、違う魚がっていうくらい油が違います。こっちなんかちょっとこう全然油がつかへんのに、なのでおそらくこっちの方が美味しいと思います。こっちを木寿司にして、こっちを塩焼きにしたいと思います。まず油の少ない方のサバからいきます。身まで凍ってますね。はい、半身が取れました。こっちは塩焼きでいただきたいと思います。油の乗ってる方ですね。ほんまちょっと厚さが違う。ここのこの身の厚さがさっきの魚と比べるとだいぶ違います。うわすごい丸い、持った感じが丸い。こっちも凍ってるけど、じゃあこんな感じです。
よいしょ。ボソッとなったけど、腹骨をすいていきます。すごいな、油が。三枚に戻せました。でこちらを塩焼きにします。では調理をしてもらって食べたいと思います。はい、砂糖を敷き詰めたところに水分を拭き取ったサバを結構取らなあかんのかな。皮目が下でどん。できるだけこう引きつく。どっちでもこうとかしてんじゃん。じゃあこうしようか。なんでこういうこうやったら入らへん、多分こうせな入れへん、多分。そんなことないんじゃん。えそうやって、うん、今度太っちょがこっちに行く。こうなんで、じゃあ引けるってきっと無理かな、うん、行くぜ、じゃあ、うんうん、ちょっと端目で、はい、うん。これを、OK、そうで、もうちょっとこっち寄りで、こっち寄り、うん、はい、はい、はい、ちょっとそんなつるやん。なんで鉄棒しとったやん。で、ここに締めます。砂糖をまぶします。着物の綺麗な手じゃ。ジブリに出たからな。繰り返し。の次が酢。うん。酢の後は洗わずに、今度は冷凍で48時間。砂糖、塩、酢で48時間。で出したら自然解凍、冷蔵で自然解凍した後、皮をめくって出来上がり。なるほど。前回は皮をめくらず食べた。はい。じゃあ2日後に移動します。はい、ではあのあと、砂糖で1時間、塩で1時間、お酢で1時間つけた後に、48時間冷凍したサバがこちらです。ではこのサバは、前回は皮をつけたまま食べたけども、今回は皮をつけずにしっかりと剥いて食べたいと思います。ちょっとまだ凍って持ってる感じもしますが、この皮を、剥かないことにはすごく硬いので、しっかりと剥きましょう。
てないな。おお、ついてきてもた。よいしょ、よいしょ、 OK。 はい、皮むけたので、あとは切って盛り付けていきます。買った。はい、しめ鯖の完成です。